あのプラチナジェイルでの一件があった後、ミンクはこのふるさとの地へ戻ってきた。ミンクはこの家の玄関をくぐるたび、いつも一瞬足を止める。何を考えているのかはわからないが、おそらく自分がこの場所に戻ってきたことの意味を考えているのではないかと思う。久しぶりにこの家へ戻ってきたとき、ミンクは何かを思い返すようにゆっくりと家の中を見回していた。きっとこの家にまつわるたくさんの記憶が蘇ったのだろう。ミンクの首元には見慣れない石がくくりつけられている。ベッドに横たわり、何やら思案している主へ問いかけようとすると、新しい可能性か、ぽつりと珍しいことをつぶやいた。興味が湧き、俺は改めて主へ問うてみることにした。どうした？その石はもらったものか？ああ。なかなか似合ってるな。ところで、新しい可能性とは何のことだ？聞こえていたのか？お前にしては珍しいことをつぶやいていたのでな。この石が持つ意味のようなものらしい。ほう。この石をミンクへ渡したのは、青葉だろう。新しい可能性という意味を持つ石、それをミンクが身につけているということの意味。ミンクにとって青葉が他の人間とは違う存在なのだということは知っている。その時、俺は以前から気になっていたある場面を思い出した。強く印象に残っているのだが、どうも理解ができない場面だ。以前から聞いてみたいことがあったのだが、いいか。ああ。少し前の話になるが、あの時、なぜ青葉に触れた？あの時？プラチナジェールでの話だ。眠っている青葉の壁に触れただろう。ああ。お前もいたんだったな。ミンクは少し黙り込んでから、逆にこう聞いてきた。なぜだと思う？わかるか？うん。俺は機械だから、人間の感情の機微までは察知することができない。だからこそ聞いたのに、なぜかミンクはそれを聞き返してきた。もちろん、俺が答えられないと踏んだ上での問いかけなのだろう。だとしても、無駄だと分かっている問答をミンクがあえて行ったということに、俺は驚いていた。同時に、新鮮だとも。とはいえ、基地に飛んだ返答ができるわけでもない。俺は、俺が思いつく限りの答えを返すしかない。俺はミンクが祈るところをたびたび見ているが、それに近いのではないかと推測した。祈る？どういうことだ？あの時のお前が青葉にどのような感情を抱いていたのか、そこまで特定することはできない。だが、神に祈るとは、救いを求め、慈悲を乞い、神への愛と感謝を捧げるためのものだろう。定義としては間違っちゃいないな。お前にとって、青葉は他の人間とは違う位置づけの存在だった。それは青葉に対する態度や扱いを見ていてもわかる。うん。最後まで青葉に本心を見せなかったのは、お前なりの考えがあってのことだろうが、あの瞬間だけは、そうではなかったのではないか？というと？逆に考えてみたということだ。たとえわずかだとしても、そんな隙が生じるほど、お前は青葉に何かを感じていたのではないか。お前をそこまで突き動かすということ。それ自体が神に祈る行為に等しいと言ったのだが。
機械のくせに口だけはやたらと達者だな。伊達にお前のオールメイトをやっているわけではない。確かに俺はあいつから俺と似た匂いを感じていた。俺は死ぬために生きるという矛盾を抱き、あいつは望まないのに相反する人格を持ち、破壊を生み出すという宿命を抱えていた。そうすることでしか俺たちは生きられない。その思いをあいつの中に見出していたのかもしれない。俺自身、死と復讐を決意することに迷いはなかったが、それが正しいとも思っていなかった。俺が一族のためにできることがそれだけだったということだ。だがそれは俺自身の話だ。あいつには関係ない。本当はあいつも俺の目的を遂げるための切り札として使い捨てるつもりでいた。そう思いながら、なぜか頭のどこかであいつは死なせるべきではないとも思っていた。俺と似た存在だと感じながら、俺とは違うのだと。今でもそう思うか？今もあいつからはお前と同じ匂いがしているのか？あいつは自分の中の矛盾を克服したからな。ひょっとしたら俺よりすごいんじゃないか？いろいろと聞いてはみたが、やはり俺には少々難しい話だ。そうか。なあ、お前と青葉の関係性が俺にはよくわからない。タワーが崩壊した時、オールメイトのお前がわざわざ俺のところへ戻ってきたのと同じようなものだ。どういうことだ？わからなくていい。タワーの崩壊が始まって AI をバイクに乗せ替えられた俺がミンクを迎えに行った時、あの時のことはよく覚えていない。その部分だけデータが抜け落ちてしまったらしい。だからあの時のことを引き合いに出されたせいで、ますます理解が遠のいてしまった。だがまあいい。ミンク、飯できたよ。なあ、今行く。これから先、俺にも理解できる日が来るのかもしれない。彼らを眺めていれば、そのための時間はまだたくさん残されている。